なんでなんでなんでなーん。お、ずいぶん待ってたのよ。何をすればいい？まさか用もなく呼んだわけじゃないよね。私についてきてください。そうですね。今回の作戦は。おや、オイラたちにしか頼めない依頼？内容はただの人探しですから。え？じゃあなんでオイラたちにしか頼めないんだ？はい、この間積まれた一見すると普通の依頼なのですが、十数回とし冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績。お二方はこの依頼の最後の希望です。もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げ。いっそか。え、じゃあさす。この人探しの依頼はビマラ村の方々が共同で出した。依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。え？同じ村の人なのに名前も知らない？それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろう？もしかしてそんな人物花からいなかったってことはないか？いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、あの依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットも。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村。うん、任せとけ。早速。属性をミオラさん。裁きのいか
よし、ビマラ村に着いたな。まずはいなくなった人のことを村人たちに聞いて回ろうぜ。もういらっしゃい。あいや、おい。ああ、そのけ、正直に言うとここの人だ。耳にタコが。じゃあそいつの名前は、もともとどこに住んでたんだ。知らない知らない知らない。ああ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな。ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけ。知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しただね。それらの具体的な内容がいずれにせよ、村のみんなで情報を交換し合った上でこうなん。わかったよ。そういう、ああ、確か20代前半の青年だったな。うちに客があまりいないときはたまに雑談の相手になってくれてね。結構そいつのことが気に。そりゃそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。今時あいつみたいに純粋な子。もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いや、それはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても、引っ越しなんて大掛かりなこと村の全員に隠し通せるわけがない。うん、確かに。属性を見下ろさん。天へと舞う。見下ろせ。おや、客人かい。ビマラ村が出した依頼を受けてきたんだ。おお、そうだったか。ご苦労。オイラたち、いなくなった人。ああ、もちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だが、こうしてあの声が聞こえなくなると、心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の一人暮らし、それから誰かが辛い目に遭えば、あの子はその話を聞いておった。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのはほ。なるほどな。そいつでも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか。はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があってもわしだけは覚えておくべき。ああ、うん、旅人、お前はどう思う？だな、おいら住所も家族の情報もない。それってつまり
ちょっと待ってくれ。おいらこ、あなたたち、ビマラ村に来たばかりの冒険者さん。おお、そうだぞ。よかった、まだ諦めないでいて。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。その、おう、そう心配しないでくれ。ところで、アトッサは失踪したやつのことをよく知ってるのか？何か手がかりは？手がかりって言える？風よ、他と大差なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。よくこの木の下で話してたんだ、私たち。雲を見ながら風の流れを感じて、つい時間を。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをみんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。でも寂しい？なんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが、心の、みんな自分の暮らしがあるし、心の中を打ち明けるのって時に目を、え、あなたもそう思う？ひそっか、ならよかった。本当に羨ましい。私にとってね、彼は家族であり、そして自分を理解してくれる友達でもあったの。どんなことでも、あの人は純粋で、失踪してからも、ううん、それはもういい。二人は本当に仲がいいんだな。じゃあ、そいつ自身。そうね。彼から聞いた話のほとんどは、ビマラ村で見た、あ、そうだ。前に、あなたの旅、結局、それが単にここを離れたって意味なのか、それとも、この世を去ったって意味なのかは、聞く勇気がなくって。となると。あ、こんなに話したのに、役に立てなくてごめん。こんなにたく、そういえば、あの人と話すのは、今思い返してみると、彼と話してると、時間の流れがすごく、確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ、どうしたんだ。あれ、あそこのヒルチャールたち。あ、アビス教団がいるぞ。気づかれたぞ、戦闘中。見切りました。手をつなぎましょう。属性を見下ろさ、ソーランの憩い。逃げ道はありません。これこそが知恵の伝道。裁きの雷。賢明とは新潟。ご助力を。ここより弱滅の時。ヒュッ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 
とな。ありがとう。まさかこんなところにまで魔物が現…これくらいわけないぜ。そういえば、確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが、ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくる。おー、念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。村の人たち…待った、あれって隊員じゃないか。ん？ああ、貴様たちか。お友達？私、先に村に入ってるね。うん、またな、アトさん。まったく、お前ってほんと神出鬼没だよな。登場するたびにオイラたちをびっくりさせないと気が済まないのか。貴様たちがアビスを追っているか。ってことは。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか。いずれにせよ、この地の異変には気づいているはずだ。どんなに鈍くてもな。アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。さらに言うなら、何かしらの計画を進めているはずだ。つまりこの近くのヒルチャールに落ち着きがないのもアビス教団の仕業ってことか。いや、ことここに至ってヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことが奴らの目的とは思えん。おそらくそれは何らかの計画の副産物だろう。でもこの件がビマラ村の脅威になってるのは確かだぞ。しばらくビマラ村に残ってここを守った方がいいんじゃないか。無論村は守る。だがそれ以上にアビス教団がここで何を企んでいるのか。もとより貴様の質問からに案ずるな。こん、なるほどな。そのような依頼を受けここに来ていたのか。まるで記憶の中にしか存在しない人。ふん、確かに気になるな。それにこれ以外に得られたのはヒルチャールに。こいつが血縁者の記憶の中で聞いた謎の声のことをな。ふん、旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか。なるほど。貴様のそのこと、取り返しのつかないことが起きる前であれば、二人の関係、貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。奴の名は預言者、口にするのさえ嫌悪するが。あいつが大の鬼。罪人は合わせて五人いる。すな、賢者フロプタチュール、預言者ベズルフェルニル、黄金レインドット、極悪鬼スルトロッチ、そして月の狩人レリル。俺の記憶がいかに摩耗しようと、あいつらの名前だけは決して。今の名前いくつか聞いたことあるぞ。そしてたった今知った、コロタールを導いてアビス教団を作らせたダインのお兄さん。そいつらは全員かつてカーンルイヤで大きな希望を寄せられた者たちだ。当時俺を含めた6人が最悪の発生を食い止め、世界の根幹を揺るがし続ける国王だが、あの5人が胸に秘めていたのは欲望だ。アビスの言う、奴らは罪人となり、同時に超越者となった。やがてカーンルイヤで最悪が起きたが、奴らは誰一人として立ち上がらなかった。ああ、このまま放っておけば奴らはいつか世界そのものを裏切るだろう。気にすることはない、言ったはずだ。それでダイン。ああ、あれから引き続き運命の食器の以前最古の幸運期の目を奪うことで、その計画の一部、確か魔人オセルを改造する。ああ、だが
あれは技術必要不可欠な幸運鬼の目を手に入れていないにもかかわらず、何せその兆候がいくつも見ら、じゃあこれからどうするんだ。まだ間に合うんだよな。今最も優先すべきは運命の食器が何に使われるか明らかにすることだ。これが分かればアビス教団の目的にも、現在把握している情報からすると、血脈、前に旅人が見た血縁者の記憶も、それにここ最近アビス教団を追っていて気づいたことがある。奴らが活動した地域では血脈に問題が起こっているようだ。あれ、だとするとオイラたちがビマラ村、その可能性もゼロではない。明日からまた隊員と一緒に行動できるな。じゃあ今日、ミオラさん、あれ、ダイン、おーい、ダインってば。ああ何か、貴様たちが話していた失踪者だ。お、確かに先ほど頭の中にあるものが突然、どうやらそいつ、なんだって、いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後、確実に言えるのは、俺はこの男に会ったことがないということ。ああ、た最古の幸運鬼の目をそいつに渡して、えってことは、いなくなった人がアビス教団。ああ、それにおそらくそいつは人の脳内に気、それが本当ならビマラ村のみんなも、でも今朝のこの一、奴らは依然として最古の幸運鬼の目を、このような記憶を埋め込んだのも、目のありかを唯一知っている俺の頭、ふん、そう心配するのも無理から。しかし奴らの目に対する執着を見る限り、目がまだこちらの手にある。目を隠した場所に行くのか。天へと前、早く。全部丸見えね。はっ、あれ狂いなさい。はっ、へい、ご助力を。やっ、おっ、それさあ、はっ、せい。行きましょう。属性を見下ろさん、さばきの雷槌、やって、手をつなぎましょう。
全部丸見えね。逃げ道はありません。手をつなぎましょう。属性を見下ろす。遅い。見切りました。ご安心を。全部丸見えね。誰からの贈り物かしら。覚えたわよ。ふふ。カット。セーフ。はびこりなさい。逃げ道はありません。属性を見下ろす。椿の雷槌。天へと参る。待て、旅人。急ごう、入るぞ。お友達が増えたで。
逃げ道はありません。見切りました。花火見えひん？せっご助力を。やっふっはっはっ覚えたわよ。やっやっ逃げ道はありません。はびこりなさい。言ってるで。ここの仕掛けはどうやら時間の経過とともに変化しているようだ。横の扉から上層に行ける。そこで仕掛けを再起動するとしよう。はい。見切りました。はっ逃げ道はありません。火の用心。いや、ご安心を。見切りました。祭りの開始や。やっえっへいふっえっやっやっえっへいやっせっえはありません。全ての不問を光が指し示すエリアまで回転させることでここの仕掛けを解けるはずだ。進むとしよう。目指す終点はもうすぐだ。見切りました。ひゅっ。裁きの雷。ここが一番奥みたいだな。気をつけろ、アビスの気配だ。うわぁ、本当にアビス教団のやつら。見切りました。いいわね。知識はあなたにも。深海のカゴ。ふっ。Thank you.
覚えたわよ。逃げ道はありません。無我の境地。そこ。覚えたわよ。ソーランド行こう。聞いてるね。今のなし。私のお家にいらっしゃい。祭りの開始よ。海のちぎりよ。せい。手ごわいですね。さばきのイカズチ。あの。ほな。痛くしちゃうかも。ニッチ、どれもなこっ覚えたわよ。聞いてるで。予想通り、偽りの記憶は罠だ。これで奴に会う機会。ダイエン、急に感じなかったか。血脈の乱れだ。お前って貴様たち、今から俺の言う通りに動け。今アビス教団は何かをしようとしているところだ。この二手に分かれると考えればいい。やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。君は自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだ。誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ俺の方なんじゃない？末光の剣、ダインスレイブ。一人で来たのか。貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか？十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことだよ。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は俺を倒せたらにしよう。アビス教団が動いてる上に地脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。おい、あのヒルチャールを見、落ち着きがないって話だったよな。なんで新たな世界で二度と苦難に思い悩まさ、これを代償に。口調だった、ソーランド行こい。ここのヒルチャールも同じだ。ほら、君も僕もここにいるよ。
僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ愛に尽くす。悲しみに暮れる時も涙を飲む必要がなく。最後に彼はささやく。眠ろう。再び目。死ぬようにでも少なくともとりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例のシス。裁きの雷。はい。補助力を。アマディア爺ちゃん、なんともなかったか？この近くでアビス教団が何かしてるみたいなんだけど。アビス教団が？まあ、何にし。走者？誰のことじゃ？誰かいなくなった。え？お前たちがその人探しの依頼を受けてなかったら、オイラたちもビマガ村には。少なくとも今のところ、お前さんたち。どういうことだ？昨日アマディア爺ちゃんとし、お前はどう思う？あ、まさか、そうだな。見切りました。ご安心を。失踪者？誰のことだ？やっぱりお前が褒めてた青年のことだぞ。20代前半の熱心で優しい。おお、え、本当か？私が今の若者をそう高く評価する彼しかいないだろう。間違いない。だが彼ならさっき他の人と。おかしいなあ。バハラームはまだ失踪。あ、もしかして記憶に問題があるんじゃなくて。記憶の中にしか存在しない人。オイラたちが誰かの記憶の中にいるだなんて。そう、お前が前に血縁者の記憶に入ったみたいに、オイラたちも今誰かの記憶の中にいるってことか。それに本当にその通りだったら、ここの時間があいつの失踪前だってことにも説明が。ああ、そうだな。記憶の中にしか存在しない人。やっとそいつの正体をつかむチャンスが来たぞ。
でもさっき他血脈の乱れがいつまで続くかわからないし、ほんまに、うん、この前オイラたちは失踪者に能力があることを確信した。そう、それだ。その例えば、みんなの記憶の中にある情景はほぼ、違う。記憶の中で時間が流れた。なるほど、道理で空の色がずっと変わらないわけだ。 これが記憶を埋め込、記憶は追加で埋め込まれるものだから。でもその追加分の記憶の中で時間が流れちゃったら、すぐ違和感に気づくだろうな。例えばこんな疑問が浮かぶかもしれない。なんでその違和感をなくすためにある時間帯を、ま、空の色、あ、思い出した。そういえばあの人と話すのは、今思い返してみると、彼と話してると時間の流れが、ここはアトッサだな。アトッサと、あ、逃げ道はありません。しっ、裁きの雷。逃げ道はありません。ジェイットおばあちゃんはね、若い頃にやってた傭兵の癖が抜けずに、そういえばいつも私ばっかり喋ってる。もし何も思いつ、君は芯が強くて、それでいてこれから素敵な人にたくさん出会って、とても幸せな生活を送ることになる。あれ、あそこにいるのってあなたのお友達？そっか、記憶の中のアトッサは、うん、友達だよ。きっと僕を探すためだから、ごめんアトッサ。未来か、うん、いいよ。君に会えて嬉しいよ、旅人。僕たちが会うのはこれが初めてだよね。その極限の悲しみから、あなたはカリベ、え、僕のことを知ってるの？あ、そっか、記憶のおかげだね。血縁者の記憶、ここは後、場所を変えよっか。さよな。
僕の意識空間、そう理解してくれていいよ。僕、大丈夫。お客さんをもてなすくらいの力は残ってるか。極限の悲しみと苦痛、血に流…父さんはかつて言った。これら…でも実際、僕は運命の食器になれたとは言えないだろうね。その瞬間、カリベルト・アルベリヒという人間は死んだんだ。今君の前に立てるこの僕も、ただ運命の食器の中に…運命の食器は、血脈を紡ぐことのできる機械なんだ。初期段階では記憶を作ったり埋め込んだりすることしかできないけど、運命の食器が完成に近づくにつれ、そして運命の食器が完成し血脈さえも紡げるようになった時、運命の食器は正真正銘世界規模の道具になるんだ。うん、運命の食器が出来上がるまで、この未完成品の操作権限を僕が持ってるのはある種の埋め合わせだって。これのために命を捧げたんだからね。あ、それについては、僕はただ僕という人間が存在してた。まるで君が、僕が無意味なことをやってるって。でも僕は、もしこの世界をちゃんと生きていたら、もし自分の人生があったら、アマディアじいちゃんに、バハラーム、ジェイットおばあさん、それにアトッサ、災いも呪いもなく、ただ静かな村でみんなと平穏に。それが気になって、自分の、たとえ僕の生きた痕跡が人々の記憶をつなぎ合わせてようやく形に。見苦しいよね。僕はもうとっくに死。僕の命は8歳で終わりを迎えた。大人になる機会なんてなかった。この大人になった姿も父さんの見た目から想像したものに過ぎない。うん、知ってるよ。でも僕、もし現実世界に存在したなら、僕だって突然みんなの前に現れて驚かせたかったさ。お、うん、末光の剣、ダインスレーブ様のこと？うん。だって僕は、もともと記憶のなく、運命の食器が、もう完成したってことだ。ダインスレーブ様のことなら心配ない。無事だよ。目を失ったのは、僕が、あの目は、ダインスレーブ様の体内に隠す。おそらく彼の当初の計画は、アビス教団の策を逆手、そして幸運期の目は君に預け、先に、そうすれば、ダインスレーブ様は自分の目的を果たすのと同時に、目の安全も確、そう。それは、彼が渡した。君たちが、偽の隠し場所に入る前だよ。待て、旅人。どうしたの？急ごう、入るぞ。あの瞬間、僕はダインスレーブが旅人に目を渡し、急いでいたから、ダインスレーブ様はそれを信じ込み、なん、ごめん、どうしても運命の食器を完成させないといけない。別に隠すつもりはないけど、実はテイワットの地脈体系は星の深くに根を張ってる。新しい地脈を創造したところで
元の地脈に取って代わることも、殿下が考える計画の前では僕はあまりにも小さい存在だ。でも少なくとも僕は運命の食器で、うん、覚えてるかな、僕のヒルチャールだった僕はアビスの力によって知性を取り戻した。あの瞬間、言い荒、そんな僕を父さんは物語でなだめてくれた。一瞬ではあったけど、あの花、僕の目的、すべてのヒルチャールに偽り、僕は父さんのようにその記憶で彼らに、どう、僕には世界を変えることなんてできない。現実世界の存在すら失った僕から、うん、僕は運命の食器に残ったわずかな意識に過ぎない。だから本来ならずっと前に消えてしまうはず。こうして寝る前の物語を、最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルテの意識が消えたことで主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会って滅多にないからね。さっきの戦い、ああ、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。そうだね、運命の食器、実はその機能を完全に生かす方法は今も見つけられてないんだ。天理が目覚めるまでね。500年前にカンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき、少し前に水神が自分の神蔵を壊したのを、規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の俺たちはそのきっかけも、うん、ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今俺たちがいる彼の心の世界みたいに、それにヒルチャールだった時その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。そんな彼の存在する権利を誰が奪った。もちろんこれはほんの一例に過ぎない。俺が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。お、ホタル、この世界で
そういう風に私を呼ぶのはお兄ちゃんだけだよ。本当はお兄ちゃんに聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないの。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで、なんで一緒に旅を続けてくれないの。旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな。ずっと昔、俺たちが一緒に他の星々を旅してた時、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかで、あの花が咲く花の海を探し、そしてあの場所には、その花の海が目の前、これって、ただのぐ、それって、俺だって、ずっと思ってたんだ、ホタル。でも戦争が終わって、あの最後の答えを手に入れるまでは、自分とどう向き合ったらいいかわからない。空間が、どういうこと？主がいなくなったから、もうここを維持できないんだと思う。実は、この空間は、お互いに触れられないだけじゃないんだ。カリベルトが消えた瞬間から、ここで起きたことは、誰の記憶にも残らない。すべてあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの。話を聞いてきたんだけど、あ、それとさっきダインが来てたぞ。お前の無事を確認した後、何か考え込みながらここを離れてったぜ。大丈夫？あれ？そういえば記憶、そいつがオイラたちの探してた失踪者だったのか。その後どうなったんだっけ。え？他にも何かあったのか？おい、ここにいたのか。ボホローム？外から戻ってきた。いいこと？ああ、まあ昨日のことなんだが、ビマラ村でも捜索チームを組むことになったんだ。それで失踪者を探していたところ、急に話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下、そいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、その話を聞いて次第にみんなも思い出したんだよ。まったく、どうしてこんな大事なことを忘れてたんだろうな。ああ、そうそう、失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね、変わった名前だろ。もっと早く思い出せてた、この先の未来を。どうやらみんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。そういえばアトッサはどうしてるかな。あいつ、村にはあいつの姿がないみたいだし。そうきたか。風よ、
を見下ろせん。お父さん、何ぼーっとしてるんだ。あなたたち、よかった。ちょうどお礼を言いに行こうと思ってたんだ。私も創作チームに参加しててね。こんなに大切な思い出なのに。確かに人生は思い出からできてるものだから、あの人に出会えたことを幸せだと感じられ。はいはい、認めるよ。今のはただ強がっただけ。私って実は振られたんでしょ。じゃなきゃどうしてカリベルトさんはさよならも言わずにそのまま行っちゃったの。別に慰めなくていいよ。大丈夫だから。カリベルトさんがいつも言ってたように、思いもよらないことが起こるからこそ人生は尊いの。でももし彼にその気があったら、やっぱりたまに会いに来てほしいかな。ここ数日本当にお疲れ様。私はジェイットおばあちゃんのお手伝いに行くから、二人ともまたね。これでいいんだよな。あ、そういえばさっきお前が言ってたけど、カリベルトと話した後、写真、フフフ。